ミッドフィルダールベン・ロフタスチーク、AC ミラン移籍へ試合後。AC ミランとチェルシーがルーベン・ロフタスチークとの契約に通過1600万の手数料と通過400万のアドオンで迫っていることを理解してください。これが最終パッケージです。個人的な条件で合意し、RLC はミランへの加入に非常に興奮していることを理解した。最終的な詳細についてはその後説明します。それでは、試合後。お、ミラン来たか。ありがとうチーク、ミランで中心になって暴れてくれ。全然悲しい。あー、この人に関してはどうしてもロマンが捨てられない。ミランの補強は CF イカルディ、右がプリシッチ、中盤に鎌田、ロフタスチーク、チュルマンド、ユヌスムサで決まるんかな。予算考えたら妥当なところか。ロフタスチーク安くね。スペアから。ともりジルーみたいな活躍頼むで。ロフタスチークついにお別れ、こんなに OB だらけのミランますます押しちゃう。ロフタスチーク取ったらデュレルか鎌田は諦めるってこと？ロフタスチークって20代前半くらいのイメージだったけどもう27なんだな。正直ロフタスチークが活躍できずに不良再建なるみたいのはなさそうなんやけど、そうなった場合の積み方やばい。隣打ってロフタスチークってどうなってるん？